よかった。本当にユーリが無事で。星はみが復活したりして世の中めちゃくちゃな時に先にとんずらしちまうあんちゃんじゃないっしょ。レイヴンは心配じゃなかったの？もう気にはなってたけどな。ああいうやつってどうせ何があってもひょっこり出てくるっしょ。だから別段心配ってことはなかったな。ふーん、レイヴンはすごくユーリを信じてるんだね。ちょっと真顔でそう言われるとおっさん戸惑っちまうな。そんなにずっと戦ってると疲れたりしません？いや、エステルが治癒術使って傷治してくれてるし。傷と体力はちょっと違うと。ぐったりとかしないです？剣を振り回してたら逆にどんどん元気になるぜ。限界まではしゃぎ回るガキみたいね。ガキより体力ある分たちが悪いけどな。若い証だね。おさん剣振ったら息切れするもん。俺様も青春に戻りたいね。情けねえな。心配するな、青年もすぐこうなるさ。何それ、嫌なの。ま、おっさんは後ろで若い俺の勇士に憧れてもだえ休んでろ。もだえ休むなんて言葉私初めて聞きました。リタ、あなた昨日の夜中寝てる時に寝言で。何何？変なこと言わないで。魔術詠唱してたわ。何それ、色気も何もないな。うるさいわね、何期待してんのよ。戦いすぎで疲れてんじゃないのリタ。寝ながら詠唱してるリタはとても可愛かったわ。何言ってんのよ。でもその後本当に魔術が発動したのはほんとびっくりしたわ。マジね、やっぱりちょっと休んだ方がいいわよ。どこまでが本当でどこまでが嘘。ほら、私嘘つくの苦手よ。寒い。それにしても寒い。で、エアルクレーネでどうしようってんだ。エネルギー体で構成されたエアル変換器を作るの。変換器？エアルを効率よく物質化することで総量を減らすのが狙いなんだけど、そのためには変換器自体がエアルと物質の両方に近いエネルギーなのが理想なの。そのエネルギーってエアルとどう違うのじゃ？属性分化したエアルは段階的に物質に移行して安定する。その途中の段階で固定して、それで変換器術式を構築しようってわけ。エアルでも物質でもないってこと？エアルより物質に近い、でも物質にはなってない状態。私らはマナって呼んでる。マナ、殺
寒い海のイサリビよりも荘厳な雰囲気が。いや、まあ本当はもっと長ったらしい名前なんだけど。ただ安定してるって言っても物質よりは不安定だから核になるものが必要なの。そこでアパティアか。それと十分なエアルとそれの術式を組み替えるエステルの力。私が抑制術式なしで力を使うとエアルが乱れ溢れ出してしまうけど。けど何もしないであいつをほっとくなんてできない。それに。それに？こういう賭けは嫌いじゃない。私は立場上止めるべきなんだけど。私も乗ってみたくなったわ。このうちはその賭けに10億ガルド乗るのじゃ。大丈夫よ、理論に間違いはないんだから。その10億何百倍にもして返してやるわ。おお、本当なのか。ええ、さあエアルクレーネに行こう。そんな寒さしのぐ小屋とかねえのか。氷の上ですから小屋はちょっとないんじゃ。せめて火がありゃね。おお、そうだ、リタッチ魔術で火出してよ。私は焚き火か。そもそもおさんごときに使うなんてエアルが無駄。いいじゃねえの、さっきからバンバン使ってるんだからさ。それは魔物を倒すためでしょ。それにどこに燃えるもんがあんのよ。あんた結構締まった体してるわね。ね、そう。まあギルドも騎士団も肉体労働だからかね。脂肪の少ない体って燃えにくそうよ。そりゃ残念だ。おい、何の話だ。そもそもユーリはどうしてザオデから落ちたわけ？あの時コアが墜落してよく見えなかったけど、足を滑らせたのかな。おやおや、意外にドジっ子だったのね。アレクセイに何かする余裕はなかっただろうし。暑かったから青い海見て飛び込みたくなったんじゃないの？何よ、それは母なる海にお帰りって感じ。それちょっと青年のキャラじゃないわよ。でも想像したらちょっと笑えるかも。どっからでもかかってきな。変換器ね、よくまあ思いつくもんだ。さすが天才魔導少女リタッチだ。手がかりがあったからよ。そういやザウデを調べたって言ってたよな。
あれ、あんだけの規模なのにエアルでは動いてなかった。世界全体を守るためのシルトブラスティアなのにね。シルトブラスティア？そっか、星網から守ってたんだ。千年もの長い間ってことか。哲学するイソギンチャクのように粘り強いのじゃ。それに千年も張り付いてる星網も粘り強いけどね。アレクセイはザウデを兵器だと思ってたみたいだけど、とんでもない間違いだったわけね。けど星網はエアルの暴走が原因だよな。なるほど、だからエアル以外の力の結界なのか。でもだとしたら何の力なんです？満月の子かしら。正確には彼らから分離した力ね。あの巨大コアの中で半永久術式としてザウデを動かし続けた。多分彼らの命と引き換えに。満月の子らは命燃え発。ミョルゾの言い伝えはそういう意味だったのね。デュークの話じゃ自発的にやったらしいぜ、世界を救うために。つまり結界を作ったのは満月の子の世界に対する愛の力なのじゃな。愛の力ね、泣けるじゃないの。世界のために犠牲になってずっと守っててくれたんですね。不意打ちだ。上等じゃね。これだ、ラムダウィングダンス。新商品思いついたの。ジエンド新商品マスター。怖くなんてないやい。足震えてるぞ。嘘嘘だよ。
相手に不足はねえ。グダグダ言ってないで。フォーリューリンガー、タイヤタウン発動、スプレッドゼロ、シンプルトゼロ、ここへイカロー、エンディング、キラメイクなたれし、混乱の視界の力、バトの前のジャンプ、この脅威、打ち砕くまで。またあの魔物出てきたりしないよね。出てきたらカロルがまた退治してくれんでしょ。うん、意地悪。さあ準備できたわ、エステル。今から抑制術式を解除するわ。そしたらエステルに反応してエアルが放出される。エステルはエアルの術式をよりマナに近い安定した術式に再構成してほしいの。よくわかりません。そうね。ここは水の属性が強いから流れる水をイメージしてエアルの流れに身を任せればいいわ。エアル物質化の理論は魔術と同じようなものだから、エステルがエアルをマナに近い形に再構成してくれれば、私でもキュアのシエルにエアルを導けるようになるはず。僕たちに何かできることない？ないわ、寝てて。こんなところで寝たら凍死するっつーの。飯炊きでも魚釣りでも何でもお役に立つのじゃ。さあうちらに言いつけるのじゃ。何でもって言ってもあるでしょ。ザウデで見つけた変換技術を使えばいいのよ。あれは命をエアルの代用にするものでしょ。そんなの使えるわけないじゃない。でも失敗したら激流となったエアルに飲み込まれて私たちは全滅。そうで、命がけなのはみんな同じってことだ。手伝わせろよ。わかった。私がキュアノシエルにエアルを導くのにあんたらの生命力を使う。そうすればエステルは私にエアルを干渉されないで流れを掌握できると思うから。よし、じゃあみんな一丁、はい、えい。いい、エステル行くわよ。みんなはこっち来て。お願いします。私の術式に同調して。そう、いいわよ。Thank you.
のシエルにエアルが集まっている。術式はうまく働いてる。行き場も安定してる。行ける。精髄を司る存在、精霊なんてどうだ。して我が名はザブザブ水イラクイ。古代の言葉で水を滑るもの、ウンディーネなんてどうです。ウンディーネでは我らは今より精霊ウンディーネ。力がみなぎる。そなたちがわらわのために多くのエアルを集めてくれたとは。頑張ったもんね。レイジャス、そなたらにこれを授けよう。ウンディーネ、俺たちは世界の AR を抑えたい。力を貸してほしい。承知しよう。だがわらわだけでは足りん。え？わらわが司るのは水のみじゃ。他の属性を滑る者も揃わねば十分とは言えず。物質の基本元素、治水化風、最低でも3体。それってやっぱりエンテレケイヤを何とかするしかないってこと。素直に精霊になってくれるといいんじゃがな。もう存在しているエンテレケイヤも数少ないわ。フェロー、グッシオス、あとバウルだね。バウルはダメ。まだアパティアを生成するほどのエアルを処理していないわ。それに私が認められそうにない。ウンディーネ、心当たりはないのか。輝ける森エレアルフィン、世界のネタリレレメイズ、場所はそなたの友バウルが知っておろう。消えちゃった。いえ、います。感じエアルクレーネも落ち着いたよう。エステルの力を抑制してないのに。これってウンディーネがエス
力を制御してくれてる。じゃあエステルは本当に自由になったの？エステル、よかったな。なんだか不思議な成り行きになってきたね。確かに想像もしてなかったことばかりだけど、光が見えてきたじゃねえか。わずかな光じゃ、でも深海から見える太陽くらいに嬉しい光なのじゃ。お、なんだリタ、嬉しそうだな。ユーリもね、エステルを縛るものが何もなくなったのよ。もう力を使っても命を削ることもない。エアロを乱すこともない。嬉しいに決まってるでしょ。エステルは本当に自由になったんだね。ああ、けどおかげでまた無茶するだろうから、しっかり見ておかないとね。ぶっ倒れるまで人を治し続けちゃうかも。たまには楽しく行きましょう。戦略進撃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 感じます。エステルの体の中に入っとるのかもしれんな。エステルを通じて誕生したことで何かつながりが生じたのかも。興味深い。研究はまたにしてくれよ。分かってるわよ。何今の。方角は確か。ザウデの方角ね。まさかザウデが停止した？あっちゃ、どっか下手なところいじりでもしたのかね。あれが本当の最悪。なるほど、世界を食いかねねえな。あんなのどうしたらいいんだろう。ちょいと包丁で三枚に下ろすには大きすぎるようじゃの。なあリタ、あの星はみってのはエアルから生まれたってデュークが言ってたんだが。え？精霊はエアルを物質に変えるってんなら、
もし十分な精霊がいたら星はみもどうにかできないか。わからない、そんなのわからない。でもやってみる価値はあると思う。やりましょう、ユーリ。決まりだな、バウル。そう、星はみの眷属が町を襲っているらしいわ。場所は、やれやれ、聞いちまったらほっとくわけにいかねえな。急ぐぞ。もうどっかのバカのせいで星はみが。ザウデで何があったんでしょう。技術を独り占めしようとしやがった奴らが下手にいじって壊しちまった。そんなとこかね。アレクセイのせいでザウデの機能は不完全になってたのに。欲は身を滅ぼすのじゃ。自業自得で済む程度ならよかったんじゃがね。本当にいつまで経ってもくだらねえ。最悪の事態にならないとちゃんと考えることもしねえんだからな。でも今にも星ごと飲み込みそうなあれを見せられたら、どんなバカでもバカではいられないんじゃないかしら。そうだよね、そう信じたいよ。